あら、これは必要と言っても急ぎでなければ、ま、ここはお客様の定めと不可分のこの出会いにもようこそ。私は前任が突然不在になったのを受けて招かれた主以外の出迎えを受けた人なんて、もしベルベットルームは招かれる客人の景色も住人の姿もその時々の客人少しそうするべき。それ。あれ？行こう。ねえ、言いづらい。え？エース。ねえ、
うん、違うよ。じゃあね。おかえり。さよなら。なんでも喜んでる場合じゃないよな。失踪するか。とにかく明日行ってみようぜ。やっぱ。じゃあ明日な。ねえ、聞いた？久慈川理世、本当に、ほら、豆腐。マジで？え、俺。マルキューさん、すごい人だかりだって。ぽいね、けど、間違いねえって、あの胸、あの。なんとにかく間違いねえんだって。ああ、俺は芸能人とか興味ねえけど、暇だ。私とユキコは戦略あるか。んじゃ、俺らも行くか。行っとく。俺らのは捜査だ、捜査。あれ、刑事さん。
あ、いやなんかわけ。いやほら、藤川リセだよ。もしかしてもう見た？あ？交通課じゃねえ私服のデカがなんで出張ってんのかって聞いてんだよ。え、あ、いや、ほら、稲葉。じゃあまだ仕事あるし、またね。お前、別に。にしても、あ、ま、はい、し、ったく、持ち場あげんのっつったろ。お前たち、ん？うるせえな。まあいい、それより何してる？本当か？なあ、ほら、こんな普通の俺、その、ファンだし。まあいい。いくら芸能人だろう。先輩てか、今。まあ、けど全部あの世界のこと。もうこの町来てるって聞いたけど、まあ楽しかったけど。ガセとにかく人は。お前、ああ、でガンモもち、ああ、本当だ。んだよ、奥にいる。すんま、はいはい。え、何？ん？あっと、なんで呼び捨て？嘘。何の呼び？あ、お豆腐。冷ややっこか湯豆腐なら絹。煮炊きする。結局俺にこの人、ガンモド。なんだ、待ってて。いや、じゃなかった。あの、変な君たち、私のファンってこと？俺らってか、この人がファンな。お前、しれっとバラすなよ。あの胸。わあわあ言ってない。ほら、ここんところこの町物騒。ふん。つっても昨日の。あ、知ってんだ。って、え？昨日見たってこと？噂、知り合いから聞くことあったし。でも昨日映ってたの私じゃないから。それに。は？胸。ああ、で、あ、謝りすぎ。あ、笑った。あれ、ただほら、あれに映った人、次に誘拐されるかもしれないんだ。だ、昨日はちょうど雨。わかった。はい、音。ちょうどいただきます。ありがとうございます。ひとまず騒ぎは収まったみたいな。今後も騒がしいようなら署まで連絡。はい。ああ、失礼。いくつか聞きた。最近この辺りで物騒な事件が連続してるの。身の回りで怪しい。別に。ああ、どうして急に。何か関係あるんですか？
疲れただけです。学校はどちらへ？八十神高校の予定です。近いし。脅かしすんだから、誘拐されるさっきも同じこと言われました。え？さ？三人連れで制服着てたから。もしかして、三人のうち一人は…それって、堂島さんちの彼と…どうもおかしい。このところの失踪事件、二件の殺しと合わせ、ここへ来て彼女に警告したのも、それを事情も知らない高校生が、ただ有名人の顔を見に来るための行為。それ…どうじゃ…やそ、二件目の会社の小西咲に一時行く。学校関係者の捜査の方も何も出てないんですよね。このままだとうちら…いらん心配してるな。お豆腐がいっぱいだ。うまいな。藤川理瀬と何を話した？そう、いや、すまん。お父さんたち、リセちゃんに会ったの？また。違う。ほら、早く食べなさい。本物より迫力あった気するけど、今日は顔も見えたから間違いない。明日すぐみんなで集まろうぜ。